秋ぐらいにした時はこれね、参道が全然進めない感じだったんですけど、冬になってから進めるようになりました。おそらくこれ冬から春の初めぐらいしか多分通れない参道だと思うんですけど、赤岩の88箇所巡りの、まあ、一つとされる地蔵院です。よし。お地蔵さんのすごいでかい顔がありますね。初めて見ました。お地蔵さんですよね。秋ぐらいかな。秋ぐらいに来たんですけど、本当に草が生い茂って、ちょっとね、どんなものなのか、わからんかったようなね、感じなんですけど、こうやって冬になると何があってっていうのが分かってきてます。で、こっち側に、これ建物があります。
ちも行ってみましょう。すごいですね、こんなとこにものすごいゴミが。してますね、相当昔のやつだと思うんですけど、平成30年9月車検日ですね。そっから多分この寺院の関係者はいなくなったのかもしれないです。ここは交通安全の関係の建物だと思うんですけど、大体上にプレートですね、名前書いてるんですけど、ミラーになってます。まあ、車のね、ミラーを意味してるのかもしれない。
まあ、こっから先は何もなさそうですね。という感じで、地蔵院の、まあ、冬、やってきたわけですけど、まあ、大体こんな感じですね。まあ、気になってたところは、冬、夏関係なく、結構、行く手困難な感じの茂みというかね、まあ、その裏に車があったりとか、本当に管理されてない寺院なのかなという感じです。ただ多分地元の人が管理してて、多分この寺院の持ち主さんはいないのかな。以上、冬だけ通れる参道をお届けいたしました。